はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、山本修五郎を作、流星妖怪自動車です。この作品、流星妖怪自動車は、1936年、新少年3月号に掲載されました。掲載当時は、河野心臓というペンネームを用いていました。 伊豆半島の弾丸が続く海岸線の道路で突然ありえない方向から妖怪自動車が現れ衝突を避けようと事故を起こした対向車から大金が盗まれるという怪事件が相次いでいましたこの謎にまつわる物語ですそれでは本文をどうぞ山本周五郎を作る 流星妖怪自動車第一章第一の事件3月初めのとある夜のことであった暖かい伊豆ではもう桜も散り始めていた午後から降り始めた雨が宵になってもやまず風のない静かな夜を音もなく霧のように降り込めていた午後 8時を少し回った頃下田の自動車会社の車庫へ熱海まで客を送って行った車が帰ってくると中から若い運転手の橋島が青白い顔をして合宿所へ飛び込んできたちょうどうちへ帰ろうとしていた友達の大井千之助が「いやお疲れさん」声をかけて振り返ったが橋島の青白い顔を見て びっくりしして問いかけたたどうしたんだひどく顔色が悪いぜ何か事故でもあったのかい事故どころじゃないんだ幽霊を見ちゃった何だって橋島の一言はみんなをギョッとさせた顔色から見たって冗談を言っているとは思えないそこにいた五六人の仲間は思わず椅子から立って橋島の方へ集まってきたどうしたって 幽霊だって橋島はまだ恐ろしさの消えぬ目で後ろを見返りながら話し出した熱海を出たのが6時10分だった絹糸のような雨がけぶっているので速力を緩めながら帰る途中稲取と河津の間にある七曲がりまで来たんだ七曲りとは断崖伝いの危険な道で 左は2 5ル余りの切り石が海に望み右手は高い崖になっているその上道はうねうねと曲がっているので雪機の自動車には最も注意を要する場所であった4つ目のカーブを切った時だったと橋島は話し続けたカーブした途端に向こうからも1台の自動車がやってくるのに気がついたヘッドライトが2つ まるで真正面にさっと光ったんだ危ないと思って僕はブレーキをかけたうんすると君橋島は唾を飲んだすると向こうの自動車はスっと海の方へ曲がってそのまま消えてしまったんだ消えたそうなんだ2つのヘッドライトがぐっと海の方へ向かったと思うとそれっきりなんだ海へ落ちれば水音がするはずだ 僕は驚いて車を止め崖っぷちへ行ってみたがそのあたりには車の跡さえないのだみんな思わず身震いした雨の中を走ってきた自動車が海の方へ曲がったまま消えたというしかもとにはわだちの跡さえなかったとそんなことがありうるだろうか恐れと疑いと相半ばした感じでみんなしばらくは陰鬱な雨の音を聞くばかりだった その時、合宿所の表に一台の自動車が止まったと思うと一人の警官が飛び込んできて「おい君すまんがワイヤーを用意して車を一台持ってきてくれんか」と叫んだ本家に橋島と大井が「かしこまりました何か事件ですか?」うん七曲りの窪地へ自動車が墜落しているんだ怪ガ人もあるらしいので急がなければならん早く頼むぞそう言って、 警官は出て行った。今の今橋島の話していた七曲りで自動車が落ちけが人があったというもしやそれが橋島の見た幽霊自動車ではあるまいかおい行こう大井が元気に橋島の肩をたたいた行ってみればわかるよ自動車を引くんじゃ5番のワイヤーが3本あればいいだろう用意はできたそして橋島と大井の2人は自動車で 警官たた。ちの車の車を追って出かけた現場へ着いたのは50分ばかり後のことだったそこは橋島が機械な自動車にあった場所から2 0ルほど先で2人が行った時はすでに警官たちが窪地に集まって半ば壊れた車の中から2人の重傷者を助け出したところである 2>, 2人とも命はおぼつかないですな。 医者は診察するまでもないと言ったようにつぶやいたその時橋島は近寄って覗き込んだが「よ、園田じゃないか?」と叫んだ「第2章怪しき盗賊君この男を知っているのか?」警官が聞いた「知っています」「こっちは下田自動車の運転手で園田という僕の知人そっちにいる紳士は」 寸相銀行下田支店の八重垣さんですおや気がついたらしいぞ注射をしようとしていた医者が言った警官が急いでかがむと八重垣氏が恐ろしそうに辺りを見回しながら「早く早く」早くとかすれ声で叫んだ「あいつを捕らえてくださいあのカバンを取り返してくださいあの中には5万円入っているのです早く早く」早く カバンですってどうしたんです本店へ輸送する金ですあああいつちくしょう早く捉えてください本店へ輸送する金5万円カバンに入れてあったのを強奪されたというのである警官たちはそれっとばかりに発砲へ手分けをした残った人たちは重傷を負っている園田運転手と八重垣氏を病院へ運んでいったが その途中で二人ともついに絶命してしまった橋島と大井千之助は二時間ほどかかって壊れた自動車を引き上げようやく晴れかかるビューの中を車庫へ帰ってきたあくる日の新聞はこの機械な盗難事件の基地でいっぱいだったその要点を記すと「寸蒼銀行で締め切り勘定の後 現金5万円を本店へ送るべく水筒係の八重垣三蔵がカバンへ入れて出た車は銀行へ古くから出入りの下田自動車店のもので運転手は実直な青年である銀行を出たのが午後8時10分河津町を去る1キロの窪地で自動車は墜落破壊し現金5万円入りのカバンが 何者かに盗み去られた付近一帯の大捜査をしたるも運転手園田と八重垣は車の墜落した時重傷を負って1時間後に死亡したおかわりなさい兄さい兄ん大井千之助が家へ帰ってくると弟の新吉が新聞を投げ出して振り返っ 昨はたな事件でしたね。と、うん、うとう今までかかっちゃった事件は今新聞で読みましたよだけど僕にはわからないところがあるんです新吉は利口そうな目を輝かしながら園田さんは腕利きの運転手でしょそうだ下田街道で園田と僕と2人はどんな危険な場所を運転させても安心だと言われていたよ それほどの腕を持っているのにどうしてあんな失敗をしたんでしょう後藤は車が墜落してからカバンを盗んだのですからあそこで墜落さえしなければ盗まれずに済んだはずでしょう無論さ走ってる車から盗めるものかそうすると園田さんがどうして運転を誤ったかということが問題ですねそうだ何しろ七曲がりは危険な道だが僕たちにはすっかり慣れている いくら雨が降ったからって園田ほどのものがまさかと言いかけてふと大位は口をつぐんだ「そういえばなあ新吉何です不思議なことがあるんだ」というのはあの事件のある少し前に橋島君が同じ場所で幽霊自動車にあったというのだと千之助は橋島の話をかいつまんで物語った新吉は目を閉じながら聞いていたが。 変な話ですね。今どき幽霊自動車なんてあるかしら橋島くんの目がどうかしていたのかもしれないがしかしそのすぐあとであんな事件が起こったところを見るとあんざら目の誤りとも言えないじゃないかとにかく兄さんも注意してくださいな新吉はそう言って立ち上がった事件は少しも発展しなかった 犯人の手がかりは無論のこと5万円入りのカバンの行方もついに分からずじまいであったところがそれから5日目の夜突如として第二の事件が起こったその夜7時に下田を出た最終の遊覧自動車が7曲がりの2番目のカーブに差し掛かると左手の崖へ衝突してめちゃめちゃに壊れている自動車を発見した「はっ事故だ!」 と急いで運転手が車を止め破壊した車のそばへ駆けつけてみると一人の外国人が血だらけになって半分のめり出るような格好でうなっていた「第3章第章の事件あ,あわしのダイヤモンド」外国人は瀕死の苦痛をこらえながら「わしのダイヤモンドを取り返してくれ」。 早くあの妖怪自動車を捕まえてくれどうしたんですか妖怪自動車とは何ですか海の方からと外国人は恐ろしそうに海の方を指さしたあっちから不意に妙な自動車が現れたわしの車の前へ衝突すると思ったからわしは思わず左へハンドルを切った すると向こうの車も同じ方へ曲がった。そして衝突した。衝突してしまった。遊覧自動車の運転手は驚いて辺りを見回したが、そこには外国人の言うような、妙な自動車は無論のこと、猫の子一匹いなかった。わしは気絶した。しかしその間に誰かが、 私の手提げを盗んでいくのを確かに見たあの中には10万ドルのダイヤモンド言いかけたままついにその外国人は再び気絶してしまった外国人は遊覧自動車で下田病院へ運ばれたかなりひどい重傷だが生命には別状がなかった一方この知らせを聞くとともに 第二の怪事件として警察は即時に大活動を始めたがやはり犯人の行方は分からなかった大井新吉はこの事件を新聞で読んだ「こいつは面白いぞ」新吉はしばらく考えてからつぶやいた「この外国人は自分の車の前へ海の方から不意に自動車が現れたという」「そうして衝突を避けるために左へハンドルを切ったら」 相手も同じ方向へ曲がったので衝突したというところが外国人の車はあんなに広く壊れたのに相手の車は影も形もない変だ実に変だしかしそこに面白いところがある新吉はふと第一の事件の直前橋島運転手があったという幽霊自動車の話を思い出したこれは。 橋島運転手の話とよく似ているただ違っているのは橋島運転手の時には幽霊自動車は海の方へ消えてしまったのに今度は海の方から現れたという点だしかしそんなことがありうるだろうか海の方といえば右手は2 5ルもある断崖だそこからどうして自動車がやって来られるかそう考えると外国人が妖怪自動車といったのも 最もな話であるすると本当に幽霊自動車が出たのだろうか橋島運転手も外国人も現にはっきり見たと言っている2人までがそういう以上はいや待て違うぞもしそれが本当に妖怪自動車ならダイヤモンドを盗むなんてことはできないはずじゃないか新吉は腕組みをして考え込んだ。 それからさらに一週間たった土曜日のことである毎日のように夕方帰ってきた兄の千之助が夕飯を食べると再び出かけようとするどこへ行くんですかこれから総寸銀行の人を乗せて熱海まで行ってくるんだ何の用なんです僕知らないが土曜日だからまた本店へ現金を送るんだろういやだな何が嫌さだって園田さんがやられたのも 総寸銀行の現金を送る途中だったでしょまた幽霊自動車が出るんじゃないかしらバカそういつも幽霊が出てたまるかいそれに僕は腕に自信があるんだぜ兄が出たってびくともするものじゃないよとにかく気をつけていってらっしゃい大丈夫さ安心しておいで元気に千之助は出かけていった千之助の車が銀行を出たのは 午後当時はやはり現金を本店へ送るので水筒係の種原一作がカバンへ入れた7万円の金を持っていた「おい君この間のようなことのないように注意してくれたまえよ」「かしこまりました十分注意いたします」千之助は丁重に答えたその夜は曇り日で変に生暖かい風が吹いていた。 川津町を抜けると間もなく道は海沿いの断崖にかかるやがて七曲りの難所へ差し掛かった千之助はぐっとスピードを落としてほとんど徐行するように迂回路を走り続けた「この前の事件はこの辺りだったねそうですこの次のカーブでした大丈夫だろうな君大丈夫です」千之助の声はさすがに少し震えていた 彼は全身の神経を目に集めてカーブへ来るごとにうんと足力を緩めた二番のカーブも無事だった三番も四番も何事もなかった「もうあと三つだあと三つカーブを越せばあとは一直線の平坦な道だ」そう思いながら大事に大事をとって進んでいったそしてついに無事に七曲りを通り過ぎることができたのである。 あれ無事に危険区域を過ぎたね僕は脇の下へ汗をかいたよ実は私も冷汗をかきました2二人はそう言って明るく笑った七曲りを過ぎれば道は左へ曲がって杉林の中の広い一直線の道になる2キロも先まで見通しがきくからいっぱいのスピードで痛快に走ることができるのだ 千之助はぐんとスピードを出したと五百メートルほど走った時であった四十五マイルのスピードで走っていた車の前方ほとんど十メートルほどの近くへ突然全く突然右手の杉林の中から二つのヘッドライトを光らせながら一台の自動車が現れたはっ千之助は叫んだ向こうの車は真正面へ 恐ろしいスピードでこっちへ爆心してくる危ない千之助は思わずハンドルを握って左へ急カーブを切ったあっという間もない車は左手にあった杉の大木へ凄まじい勢いで衝突しガラガラガーンと粉砕した千之助はそのまま気絶した第四章 奇怪な謎千之助が病院で意識を回復したのはそれから3日目のことであった付きっきりで看護をしていた新吉は兄が命を取り留めたと知ると嬉しさに泣き笑いをしながら寝台にすり寄った千之助は気がつくと何より先に「種原さんはどうした現金入りのカバンは」と聞いた。種原さんも、 命だけは助かるそうです。しかしカバンは盗まれましたやっぱりそうか千之助はうめくようにあんなに威張っていながら俺も園田君と同じように失敗した残念だぞ新吉兄さん新吉は低い声で言った気を落とさないでよく僕に話してください一体どうしてあんな失敗をしたんですか橋島の一 ったのは本当だ幽霊自動車が出た本当に出たんですかあの杉林の中から俺の車の真っ正面へ恐ろしいスピードで現れた目の誤りではないでしょうねバカな運転手ともあるものがあの2つのヘッドライトを見誤る道理があるか確かに自動車が杉林の中から出てきたんだ新吉は 頷いてそっと寝台から離れた三人までが口を合わせたように幽霊自動車の現れたことを証言するそして三回とも多額の現金と宝石を盗まれたこの奇怪な事件もそも何と見るかよし新吉は一人でつぶやいた僕が秘密を探り出してやるこれには圧巻のトリックがあるに違いない問題は幽霊自動車だ どこからともなく出てどこからともなく消えてゆく幽霊自動車の正体を突き止めるんだそうすれば圧巻を捕獲することも同時にできるわけだよしやってやるぞそう決心はしたもののさてこの怪奇な謎をどこからほぐしていいかそれは新吉にもまだ見当がつかなかった警察の方でも手を尽くして捜索を続けているが 依然として犯人の手がかりはない新吉は七曲りへ出かけて行って園田の車が遭難した場所や外国人がやられた場所また兄が襲われた杉林の道まで何か犯人の残した証拠はないかと非常な熱心さで捜査したが結局何の収穫もなかった「幽霊自動車妖怪自動車」と歌のようにつぶやきながら 寝る間も惜しく活動しているうち日はいつか経ってまたしても寸相銀行から本店へ現金を送る日がやってきたその夕方新吉が病院へ見舞いに行くと千之助は待ちかねていたように新吉今日は土曜日だなそうです春相銀行の現金輸送日だまた事件があるぞ今夜は警官が護衛していくそうです 誰が護衛しててっったってダメさ。相手は幽霊自動車だきっとまたやられるに違いないんだだって警官がついていればと言いかけてふいに新吉は沈黙した兄の寝台の頭の方の壁に姿見くらいの鏡があった新吉はその鏡に映る窓の外の景色を見ながら話していたのだが今しもその鏡の表へ 病院の門を入ってくる一台の自動車が移ったのであるはてな新吉は思わずつぶやいたどうしたんだ新吉そうだ新吉は大声に叫びながら振り返った僕は発見しましたよ兄さん発見した何を幽霊自動車の正体ですどうして今まで気がつかなかったろう実に簡単なトリックだとうとう僕は見つけたぞ新吉は まるで踊り上がるように叫んだ。幽霊自動車、妖怪自動車、それに相違ない。その他に考えようはない。確かにそうだ。新吉、まあ落ち着けよ。落ち着いてはいられません。もうすぐ現金輸送の車が出発する時刻です。僕はこれから行って、幽霊自動車の正体を暴き、悪寒どもを一網打尽にして、兄さんの仇を打ってきます。待っていてください。新吉 千之助の呼ぶ声を後に新吉は誘約して病室を飛び出した第5章怪事件解決新吉が駆けつけた時現金輸送の自動車はまさに出発するところだった待ってください新吉は急いで警官を押し止めた僕は幽霊自動車の正体を発見しましたこれから行ってその正体を暴いてやります 僕を車の助手台へ乗せてください。それは本当か見ていてください。新吉は確信を持って言いながらテキパキと手はずを決めにかかった。警官の方は別の自動車で10人ほど武装してきてください。2 0 0メートルほど後からヘッドライトをつけずに来ていただきます。それから僕にピストルを貸してくれませんかいや人間を撃ちはしませんから。段取りはできた。 前の車には現金5万円を携えた銀行員と運転手の脇に新吉が乗った後ろの車には武装警官が10名よそ2 0 0ルほど遅れて続きいよいよ熱海へ向けて出発した新吉はそも何をせんとするか車は30マイルの速力で40分後に河津町を通過し七曲りの県路にかかってきた。 大丈夫か新吉君運転手の持ちだが不安そうに聞く新吉は無言のままうなずく闇夜である左は崖右は断崖の海道はうねうねと曲がり曲がって続く容器はひしひしと迫って運転手も銀行員も脇の下にじっとりと冷や汗を感じたこの次のカーブが園田の遭難場だぜ。 持ちた運転手がささやいた新吉はピストルを右手に身を乗り出して前方をうかがっている車はヘッドライトで道を照らしながら速力も緩めず突進していた行き詰まるような刻々が過ぎる2番3番のカーブは無事に過ぎた4番目のカーブだ車は崖に沿ってグイッとカーブを切るとその刹那 10メートルほど先の闇をついて突如2つのヘッドライトが現れた<っ>と見る間にこっちの車の真正面へ猛烈なスピードで突っかけてくる早うし構わず進め避けるな新吉は喚きながら伸び上がってピストルを構えるや相手の車を狙って撃ったたたん途端に前方でカジャン すさまじく何かの砕ける音がしたと思うと、骨女として幽霊自動車の姿は消えた。はっ消えた運転手が呆れて叫びながら車を止める。同時に新吉は車から飛び出すと、左手の崖の裂け目を狙って、ピストルを浴びせかけた。悲鳴が聞こえて、何者かが道の上へ転げ落ちてきた。 新基地は大声に「動くな警官隊が包囲しているぞ逃げる奴は容赦なく射殺するぞ!」わめきながら再び威嚇の射撃をくれたそこへ後から来た車が追っついたバラバラと10名の武装警官が駆けつけてくる「どうした自動車強盗の圧巻どもをお引き渡しします!」新吉はそう言って 自動車のヘッドライトを崖の裂け目へ向けた見よそこには4人の怪しい男が両手を高く上げながら震えているそして道の上にもう1人血だらけの足を抱えながらうめき苦しんでいた捕獲しろ反抗したら撃て部長の言葉に警官たちは有無を言わさず5名を捕獲した部長は振り返ってそれで 幽霊自動車というのはどこだああそこに壊れていますよ新吉はニヤニヤしながら指さした見ると道の上に大きな鏡の破片が散乱しているみんなは呆れて新吉の説明を求めるように見返ったなあに簡単なトリックですやつらは差し掛け枠に大きな鏡を取り付けて目的の車が 来るるとそのの前へ鏡を向けるのです。夜ですから鏡へは進行してくる自動車のヘッドライトが強く映るでしょうこっちから見るとそれがちょうど向こうからも車が来るように見えるんですよ外国人が海の方から来たと言ったのは鏡の向きを変えるところへ自分のヘッドライトが映るのを見たんですつまり幽霊自動車の正体はその鏡だったのですほう。 人々は思わず簡単の声を上げた。ありがとう。おかげで難事件の解決ができた。このお礼はいずれ所長からもあるでしょうが、とりあえず我々の感謝を受けていただきます。いや、それには及びません。新吉は部長の言葉を抑えた。僕はただ兄さんの仇が打ちたかったんです。これで。 兄さんも満足してくれるでしょう。そう言って大声に晴れ晴れと笑った。山本修五郎を作流星妖怪自動車全文読み切り書室1936年新少年 三月号より六読2021年11月27日。